はい、皆さんどうもこんばんはです。じゃあ、8時になりました。改めまして司会の勝と言います。世界初のマーケティングオートメーション、ソフトウェアのオープンソースのマウティックの世界初のグローバルカンファレンスマウティック2020開催中です。それではですね、次のセッションは株式会社シアンスのウェブマーケティング部開発課のリーダーの橋本さんです。よろしくお願いします。で、タイトルがですね、地方における B2B 企業へのマウティック導入の進め。橋本さん、マイクちゃんと通ってるかな？はい。入ってますかね。はい、いかがですか？はい、入ってます、入ってます。はい、OK です。です。じゃあ、はい、すいません。じゃあ、もう、早速、セッション始めていただきたいと思いますので、橋本さん、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、緊張してます。はい、では、地方におけるマウティック導入の進め、始めさせていただきます。よろしくお願いします。よいしょ。はい。まず自己紹介から、させていただきます。私、橋本彩乃と申します。新潟で生まれ育って、大学までは、音楽を専攻していて、IT は、未経験です。で、地方の、IT 企業の、株式会社シアンスに新卒入社して、営業やディレクター業務を経験して、ウェブの面白さを学びました。現在は、ワードプレスのカスタマイズによるウェブサイト制作を中心に、企画提案から運用サポートまで、幅広い業務を、担当しております。で、カンファレンスや勉強会に興味を持ったのは3年前くらいです。職場から離れて技術を学んだり、切磋琢磨するのは楽しいなと思って、外での活動も増やしてきました。で、昨年から自分も発信する側になるって決めて、ライティングトークに一回挑戦しました。写真はその時の様子です。で、その後、新型コロナが登場してきて、オンラインイベントが急増して、オンラインになることによって参加できるイベントが増えて嬉しい反面、技術者と知り合う機会も減ってしまって、寂しい今日この頃です。ということで、本日このように30分もお話しするのはとっても初めてです。で、資料も一生懸命作ったんですけど、20分くらいしかないです。早口になりがちなので、気をつけてお話ししたいと思います。で、今回のセッションは地方におけるマウティック導入の進めということで、私の業務経験に基づいて、私の地元新潟でマウティックを盛り上げるためにどうしたらよいか考えながら作りました。作ってみたらエンジニア向けというよりは、まあ、利用者向けの内容になってしまったんですけれども、手柔らかにどうぞよろしくお願いします。はい。で、まず MA について、このセッションを聞いている方にとっては常識かと思うんですけれども、改めてお話しさせてください。マーティックは MA ツールと位置づけられていますが、そもそも MA、マーケティングオートメーションとは何者でしょうか？マーケティングオートメーションツールは、マーケティングのプロセスを自動化、つまり顧客育成を自動化するツールです。購入までのモチベーションが整っていないのに営業活動を行ってしまうと、無反応どころかお客様を逃がすことにもなりかねません。お客様のモチベーションを保ちつつ、次のステップへと誘導するような施策を自動化する。そのための機能が備わったマーケティングプラットフォームになります。で、MA の役割は、表の赤枠で囲った部分になります。なんでこのようなツールが必要になってきたかというと、従来の営業手法が通用しなくなってきたことが挙げられます。今までは商品に関する情報が売り手側にしかなくて、商品を知るには絶対に、まあ、売り手側に提案をしてもらう必要がありました。しかし、インターネットが普及したことで、買い手側が自分の好きな時間に、好きな場所で、自力で情報を収集して、比較検討することができるようになりました。
こうした環境の変化から、買い手側が求めるタイミングで、情報を提供しながら、買い手を育成して、機が熟した段階で商談化できるような仕組みっていうのが、必要になってきたというのが、登場した感じですね。で、日本でマーケティングオートメーション盛り上がってるかっていうと、2014年に日本に登場して以来、各社が、先ほどのアクエアさんとかも、サービスを発表して市場が拡大しています。で、マーケティングオートメーションに限らず、SFA や CRM など、データ管理のシステム化や情報の統合など、情報の、デジタル化だけでなく、それらの運用が重視されるようになってきました。最近だとテレビ CM でもデジタルトランスフォーメーションという言葉を聞くほど浸透してきて、身近な問題として認識されるようになりました。つまり、情報社会の発展が進んでると言えるかなと思います。で、盛り上がってるのが結構、首都圏とか、人が集まってるところが多いかなと思っていて、地方で盛り上がってるかというと、ここでは一例として新潟、ピックアップするんですけど、まだまだそういう盛り上がりはないかなと思ってます。で、周りに聞いてみると、一つ目にうまく回ってる業務ルーティンを変えたくない。二つ目に、周りでそういう話を聞かないので、競争心も煽られない。で、三つ目に、そんな感じなんで、知識がなくて、比較検討もしづらくて、上申のハードルが高い。で、最後に、デジタル化に関する予算が用意されない。で、前日の、3つ目までの理由から、やはり予算が通りにくいようです。で、やっぱり分かりやすい脅威もないので、冗長にも説明しづらいっていう現状があるようです。で、確かにツールによっては、数千円からって書いてあっても、実際導入するとなると、オプションだったり、そのコンタクト数の重量課金があったりして、5万以上になっちゃうなっていうのもよくあって、導入に及びがちな組織には、料金形態もハードルが高い一因かなって思ったりしてます。なんで、つまり、面倒でやりたくないっていうことに落ち着いちゃうことが多いのかなという印象です。で、その印象を払拭してくれるのが、今回ご紹介するマウティックです。で、マウティック、を改めてご紹介します。で、マウティックはオープンソースソフトウェアの一つで、世界初のオープンソースのマーケティングオートメーションツールです。オンプレミスと、クラウドの2種類があって、私は基本オンプレミス版を、利用しています。なので、本日ご紹介する事例もすべてオンプレミス版のものになってます。で、オンプレミス版は、基本的に無料で提供されていて、この運営もしているマウティックコミュニティによって運営されています。無料のツールですが、機能は有料のものに引けを取らない高機能だと思っていて、画面に上がっているような、コンタクト管理やキャンペーン管理、メールテンプレート機能や、フォームの作成や、ファイルのダウンロードか、機能など、これら多くある機能の、ほんの一部なんですけれども、マーケティングする上で、必要な機能が十二分に備わっているツールです。で、そのマウティックで盛り上げるためにはどうしたらいいかというと、まず一つ目は、導入のハードルを下げる。流通させるには、やっぱり手に取りやすい製品の方がいいですよね。事前準備とか検討はできるだけ排除して、必要最低限で手に取れるような感覚が必要かなと思っています。ここにも、金額面も含まれてます。で、二つ目は、多くを求めないスタンス。最初にハードル上げすぎてしまったり、機能に手を出しすぎてしまうと、成果が出ないままやったつもりになってしまって、難しすぎるとか、効果が出ないツール認定される可能性があります。目標は小さく、デジタルを導入するステップは大事に踏んでいく必要があると思います。で、最後に、皆さんもやってますよと、現実的な事例の紹介。やはり、周りがやってるって、うまくいっているって事実はかなり大事かなって思ってます。で、この3つを踏まえると、よいしょ。このくらいならやれそう精神です。
とても控えめな感じになってしまったんですけれども、ツールを地場で広めていくためには、このスタンスが大事だと思っていて、マウティックにはそのポテンシャルがあるんじゃないかなと考えています。で、このくらいならやれそう精神でマウティックを導入するためには、もう一つ発想の転換が必要と思ってます。で、次のスライドで。で、発想の転換のために、マウティックについての私の考えをご説明します。一般的に、説明される紹介として一つ目、オープンソースのマーケティングオートメーションツールっていうのがあるんですけど、二つ目、マーケティングオートメーションを実現するために導入するのはちょっと間違いかなって思っています。企業とか組織が大体、導入するツールだと思うんですけど、そういう企業とか組織っていうのは、目的の成功が最終目標としてあって、その手段として、マーケティングオートメーションという概念とか、それに類するツールを利用するっていうのが、正しい流れかなって思っています。なので、最後の項目、組織の目的の成功に導くために利用するべきです。はい。で、前のスライドでも述べた通り、マウティックを MA の実現ツールとして使うのは、一つ用意された正しい使い方だとは思うんですけれども、用途を限定して使うんじゃなくて、組織を成功に導く機能を備えたツールとして、自由に使いたいなと、使うべきだなと考えています。組織を成功に導くために自由に使うべきだと思ってます。はい。で、こちらの表、先ほど紹介した MA の概念で説明される、顧客育成の表です。大体の前半がマウティックが役割を担うところで、その先に SFA や CRM があって、どんどん話が展開されるんですけど、今回の私のセッションに限り、この概念は関係なしとしたいなって思います。で、導入ハードルを下げる、多くを求めないっていう観点で、マウティックを MA ツールとしては、今回は紹介しないようにしたいなと思ってます。もっと組織の運営にフォーカスして、お客様の悩みを改善できたのがマウティックの機能である。だから、マウティックは有料であるっていうご紹介をしたいです。はい、そんな、無限の可能性を秘めたマウティックというツールが、無料で利用できるなんて、これは一度は導入しても損じゃないんじゃないかなっていうふうに、思っていただけたら嬉しいです。はい。すごい、前置きがすごく長くなっちゃったんですけど、これを踏まえて、こんなことをマウティックで解決できるんだ、うちもこんな感じで取り組んでみようかなと思っていただけるような、導入事例を4つご紹介します。よいしょ。はい。で、事例一つ目が、建設業のお客様です。まず、導入前の状態をご紹介します。資料請求時にフォームを通過して、個人情報を取得するシステムを保持しておりました。取得した顧客情報は、担当者が、手動で Excel に管理して、都度営業に連絡する仕組みでした。既存のシステムやワークフローに不満があったっていうわけではなかったんですけれども、デジタルトランスフォーメーションには、関心があるということで、マウティックをご紹介しました。で、下の図は、仕組みの図解です。左からウェブサイトで個人情報を入力すると、担当者宛にメールが送られて、その内容を Excel に書き起こして、その内容に応じて営業に連絡するというような感じです。で、そして導入後どんな感じになったかというと、既存システムをマウティックに差し替えて、顧客データベースも再構築しました。で、提案資料はマウティックのアセット機能で管理して、ダウンロード数も集計しました。で、あとトラッキング機能もあるので、ダウンロード前後のサイト回遊状況も取得してしました。図で言うと、ウェブサイトと担当者の間にマウティックが入ったような感じです。導入前は、ダウンロードした事実のみで、営業に割り振っていたそうなんですけれども、回遊状況なども合わせて共有することができるようになったことで、営業への引き渡しがスムーズになったそうです。
本来であれば、営業の各人が直接マウティックを活用していくっていうのが理想なんだと思うんですけれども、その担当者がまず新しいツールを経験して、じっくり、ま、あの、組織、会社に馴染ませていきたいということで、部分導入としました。今後は担当者が慣れてきたら、営業にも範囲を広げていって、もっと活用していくという方針だそうです。で、事例二つ目は、情報サービス業です。マーティック導入前の状態から、またご説明します。採用活動にて、応募者の意欲や、興味関心を図り損ねていて、ミスマッチが続いていたそうです。リクルートサイトや自社サイトなど、受付フォームやイベントの紙資料の申し込みなど、複数の応募経路の取りまとめに時間がかかっていました。で、そのような状態から、人事担当者間の情報共有にも滞りが発生していたそうです。採用イベントのお手伝いをしたことから現状を知って、情報の統合するためのポータルが必要だなということで、マウティックをご紹介しました。で、導入後は、マウティックに情報が蓄積されるように、業務フローを変更しました。どんなイベントでも行くようにしま、あと、フォームの入力項目も見直して、接触時の内容も濃くしました。で、最後、トラッキング機能とスコアリング機能で、面接の受け答え以外でも入社意欲を確認可能にしました。図で説明すると、フォームやイベント、紙資料など、あらゆる情報が直接担当者に届いていたところを、マウティックを間に入れるような感じです。すべてのエントリーが、まずマウティックを経由するということで、内容をある程度統一することができました。また、担当者間の共有っていうのはやめて、全員がマウティックに直接アクセスするようにしたことで、情報整理の時間が格段に改善できたそうです。上記の施策から、担当者ごとの印象のブレを是正して、内定辞退率も改善できて、情報の統合に成功いたしました。で、実はこの事例はまず弊社の導入時になります。弊社の採用現場です。この採用現場の改善は、マウティックの導入だけでなくて、実際にマーケティングの発想も活かして、現場のお手伝いをさせていただきました。以前、ライトニングトークやったっていう時のスライドが、こちらで、公開されてますので、もし興味が湧きましたら、チェックしてみてください。資料には掲載してないんですけど、この年の内定承諾率は100%にすることができました。はい。すみません、打足でした。後半は企業以外の事例をご紹介します。事例3つ目は、保育園のお客様です。保護者との密なやり取りが安心感とか満足感につながるということで、保護者への連絡手段を検討しておりました。導入前の状況は、保護者への連絡手段は基本的にお便りとかの張り紙や配布がメイン。で、送り迎えの時間はやっぱり特に忙しくて、フォローが行き届かないことが、あったそうです。各種申請書の枚数が不足したりというと、保護者が利用できないタイミングも発生していたそうです。上記のことから、満足いただけるサービス提供方法に悩まれており、ウェブサイトリニューアルのお話をいただいたタイミングで、マウティックをご紹介しました。で、導入後は、次のような感じになります。セグメント機能とメールテンプレート機能を利用して、メルマガを連絡網として用意しました。園内行事や持ち物の連絡だけでなく、自然災害などの、緊急事態の連絡にも、活用していただいております。保護者アンケートもフォーム機能を活用して、集計作業を時短化しました。図で説明しますと、先生と保護者が直接やり取りしていたような感じのところに、間にマウティックが入るような感じです。お便りや申請書などの資料をウェブにアップロードして、保護者が必要なタイミングで指摘できるような感じになりました。また、メルマガの登録申請フォームも別途用意して、
親だけでなくて、家族誰でも登録できるようにして、各家庭の状況に合わせられるようにもしました。最近ですと、やっぱり新型コロナに関するお知らせもタイムリーに発信できるようになったっていうことで、提供できる安心感が増したそうです。で、この見直しで、情報提供の抜け漏れを防止することができました。で、最後、事例の4つ目は、シンクタンクのお客様です。導入前のお悩みからご紹介します。こちらは、ステークホルダーが多くて、セミナーの参加者やお問い合わせの情報などのデータが分散して管理されているような状態でした。また、利用中のメルマガシステムでは、購読者管理ができない状態で、情報発信する上で、ユーザーの興味関心を、把握する必要があるっていう懸念も、お持ちでした。図で補足しますと、左から、セミナーや、お問い合わせなど、いろんな情報が集まってくるのを、都度それぞれの Excel で管理していて、イベント単位とかのファイルはあるんですけど、各参加者の参加履歴の確認とかは、難しいような状態でした。で、メルマガによる情報発信についても、セミナーの参加者なのかとか、何に関心がある人なのかとか、誰に送信しているかが、一切わからない状態でした。で、こちらは、ウェブサイト制作でお手伝いさせていただいて、ご縁からご相談いただいて、メルマガ機能の移転からユーザー管理まで一括管理できそうな、マウティックをご紹介しました。そして導入後、どんな感じになったかと言いますと、メルマガのリターンメールとか開封率もチェックして、関心の高いユーザーを確認できるようになりました。マウティックの連携のメールフォームと組み合わせて、ユーザーの関心コンテンツもデータ化しました。で、長期的な顧客リストの育成に着手できる体制を整えました。図で説明すると、あらゆる情報が、の行き先が担当者に集中していたところをマウティックに置き換えて、インプットされる情報やアウトプットする情報もすべてマウティックにポータルにすることで、広報活動の一元化を、貢献することができました。で、今後は、ウェブサイトリニューアルにも、マウティックの、データを活用するということを検討していて、今後は、セグメントのフィルター機能を活用して、もうちょっと、何ですか、ユーザーを細分化して、興味関心の高い方向けの情報発信を、検討しているとのことです。はい、事例紹介は以上です。いかがだったでしたでしょうか。次にマーティック導入の注意点をご紹介します。まず、やはりオープンソースのソフトウェアですので、いいところもいっぱいあるんですけど、有料ツールと比較すると、やはり公式サポートは手薄になってしまうかなと思います。ですので、導入する際は、信頼できるパートナーと相談した上で導入とか運用をすることをお勧めします。弊社もご紹介したような実績も多数ございますので、ぜひ興味を持たれた方がいましたらお声掛けください。また、マウティックは導入して終わりのツールではありません。運用して育てていくツールなので、マウティックを使って何を実現、改善したいのかを明確にすることが、大事です。そして、過去のデータを取得することはできません。迷ったら導入くらい、一日でも早い導入をお勧めします。最後に、このセッションのまとめです。組織の成功のためにマウティックを使おう。流行りの発想の導入とか、ツールの導入そのものが目的にならないようにしましょう。マウティックの機能はきっと組織の発展に役立つものだと思います。で、二つ目。マウティックは始めないと始まらない。マウティックは、運用して育てていくツールです。はい。マウティックの凄さは実際に手を動かしてみて、実感してみてください。はい。で、最後。とりあえず導入してみよう。はい。小さい問題から、手をつけてみてはいかがでしょうか。
で、慣れてきたら周りを巻き込んで、どんどん大きな流れを作っていきましょう。ということです。はい。で、では、皆さん、良いマウティックライフをお過ごしください。はい。はい。以上、ご清聴ありがとうございました。はい。シャンスの橋本彩乃でした。はい、ありがとうございました。橋本さん、ありがとうございます。いや、素晴らしい、初めてとは思えない30分のセッション、ありがとうございました。はい。はい、ですね、ちょっとすいません。見ていらっしゃる方に申し訳ないんです。告知というか、アナウンスなんですけれども、質問する、こうアハスライドに質問してくださいと言いつつ、ちょっと初めてのプラットフォームビートリーなんですの操作方法がわからないこともあって、今やっと追加しました。このビートリーのブラウザをリロードしていただくと、セッション1の質問に加えて、質問するっていうタブが現れますので、そこから、質問を加えれるようにしました。大変申し訳ございません。ですので、そちらをご覧ください。はい、ありがとうでは、すいません、改めまして、橋本さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございましはい、もうた。これで緊張は解いて、Q&A セッションよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、8時30分から次は、ジェネロ株式会社のマーケティング本部長、秋山さんにおける国産ベンダー経験者のマウティック格闘技として、お送りさせていただきます。じゃあ、それまでちょっと休憩、5分、8時半スタートいたします。ちょうどいい時間、ありがとうございます。橋本さん、ぴったし、ばっちしです。じゃあ、一旦失礼しありがとうございまます。す。